何か必要。上々の出来だろ。さあお待ちかねの学園祭だ。勉強のことは忘れて思いっきり遊んでくるように。しばらく時間あるよね。うん、大会は午後からだし。せっかくの学園祭だし、いろいろ見に行こうよ。みんなと一緒に。わかった、行こう。どこ行ったのかな。あ、本当だ。パメラどこ。キャー、ここってお化け屋敷。まさか。パメラがやったらシャレにならないでしょ。だってあの人たち驚かし方が全然なってないんですもの。お化けの人みんな逃げちゃったね。我らでお化け屋敷をすれば儲かったかもしれんな。そんなこと言ってる場合じゃないって。騒ぎになる前に逃げよう。紅茶とケーキのセットです。ここは模擬店なんですね。うちもこういうのやりたかったな。私たちのクラスも何もやらなかったね。こういうのも楽しそうだね。ま、得てして味の方は期待できんがな。そうなんだよね。濃厚な甘さ、それでいてしつこくなく、紅茶との相性もいい。
よほど特殊な甘味料を使わなければこの味は。いや、グンちゃんがそんなに詳しいのも驚きだけどね。いいなあ、私も食べてみたい。実に見事な仕事だ。シェフを、シェフを呼べ。喜んでもらえて何より。え、校長先生、まさか貴様がこれを作ったというのか。数少ない趣味でね、ケーキ作りにはそこそこ自信があるんだよ。人間誰しも一つは取り柄があるというが。でもいいの？校長が模擬店のケーキなんて作ってて。ああ、それは緊急事態だったのでね。緊急事態？本当は教頭先生が作るはずだったんだがね。ほら、これだ。うわー、見事な炭ですね。いや、炭というより産業廃棄物だね。ここまで真っ黒に焦がすとは、もはや芸術の域だな。だろう？それでここの生徒に泣きつかれて仕方なく。お話が弾んでいるようですね、校長先生。教頭先生、いつからそこに。無駄話している時間があったらどんどんケーキを焼いてください。私の作ったものと違い、大変好評のようですから。あいつだ、耳を引っ張るのはやめて。人には意外な一面があるんですね。祭りは戦場だからな。錬金術の役に立ちそうなものはないのかな。もうこんな時ぐらい勉強のことは忘れなさいよ。そうだね。わたあめだ、懐かしいな。わたあめ食べたことないの？食べられるの？それはいかんな。貴様は人生の半分を損している。半分も？よし、大会前に英気を養う意味で特別に買ってきてやろう。いいんですか？いや、ぐんちゃん太っ腹。ぐんなるくん優しい。お前らもか。第一、パメラは食えんだろ。私だけダメなの？いや、仕方あるまい。少し待ってろ。やったね。ちょっと悪い気もするけど。ねえ、あっちは何してるの？あれは射的。おもちゃの鉄砲で景品を撃ち落とすんだよ。レインって何も知らないのね。ずっと山奥でサルファと二人で暮らしてたから。
あ、ごめん、変なこと言って。え、なんで？なんでって、それは。あ、向こうにも知らないものが。ちょっと行ってくるね。ベイン君、はしゃいでるわね。よーし、こうなったら祭りの楽しみ方を徹底的に教えてやりますか。うん。あ、どこに消えた？迷子か？おい、ベイン！そろそろ時間のようだな。行くぞ、ベイン。あ、はい。頑張ってね。応援してるから。いらっしゃい。毎度。この大会優勝者には学園からビッグなプレゼントも用意されている。逃げずに来たようだな。そのセリフそっくりそのまま返してやる。どうやら決勝戦まで当たらないようだな。途中で負けたら大笑いしてやるぜ。その頑張ろうね、ロクシス。それでは1回戦の選手を紹介しよう。学園の秩序を破壊する永遠の自由人、グンナルダム。相方は軍団の後継者と呼び声高い恐怖の一列生、ベイン・アウレオルス。早速出番のようだ。行くぞ。いつの間にグンナル先輩の後継者に。今のうちにせいぜい暴れておくがいいさ。レフェリーによるボディチェックが行われています。しばらくお待ちを。ベインよ、しょっぱなから全力でいいぞ。が、頑張ります。ボディチェックが終了したようです。それでは武闘大会第1回戦、レディーゴこの程度では腕鳴らしにもならんな。
何をほうけている。さては自分の強さに驚いたか。え、いえ、そんなことは。謙遜するな。お前より強い1年生は数えるほどしかいないはずだ。無論俺様が1年の時はもっと強かったがな。出迎えがないな。けしからん。応援に来てくれるって言ってましたけど。ちょっとどうして急いでるの。ニケ、遅いではないか。それどころじゃないよ、大変なの。どうしたの、そんなに慌てて。これアトリエに手紙が置いてあって。それで何女は預かる。大会が終われば返してやろう。だが大会の結果によっては女の安全は保証しない。どうしよう、ヒロが誘拐されちゃったよ。ふざけた真似を。誰がこんなことを。わかんないよ、今パメラが探しに行ってるけど。騒がしいね。おい、いかにも貴様らしい卑劣な手段だな。言ってる意味がわからないね。ま、お互い頑張ろうじゃないか。なんなのよあいつ、ここまでするっつ。どうします先輩。どうもこうもあるまい。お前たち二人はヒロを探しに行け。でも大会は。心配無用。こっちは俺様一人で十分だ。ただし決勝までには必ず戻ってこい。いいな。はい、頑張ってね、ぐんちゃん。どこから探す。まずはパメラと合流しましょう。何か見つけ出るかもしれないし。パメラ。うわっ、何そいつ、襲われてるの。危ないよパメラ。いじめちゃダメよ。はいはい、泣かないでね。敵じゃないの。違うわよ、この子は私のお友達。友達が多いわね。この子がね、フィロちゃんが連れてかれるところを見てたんですって。本当？それでフィロはどこに。マナイ席の中ですって。別の女の子と一緒だったみたい。別の女の子って。レーネって女だよ。あら、もう帰るの。また遊びましょうね。僕たちも急ごう。ここに連れてこられたんだよね。ええ、あの子はそう言ってたわ。急ごう、早く助けなきゃ。
選手、一人で試合場にやってきた。うん、俺様一人では不足か。実力的には申し分ないが、そこはルール、二人一組でないと認められないぞ。そりゃ困ったな。よし、おい、お前。え？臨時で貴様をパートナーにしてやろう。光栄に思うがいい。わかった、共に戦おう。なんと、掟破りのレフェリー勧誘だ。レフェリーもやる気満々。これだからぐんなるからは目が離せない。時間稼ぎたかったんだけどな。ピロを返して。うーん、私もこんなことしたくないんだけどね。でもたまには協力しないと怒られちゃうし。あら、そうなの？それはかわいそうね。でしょ、私も辛い立場なのよ。同情してる場合じゃないでしょ。先輩、こんなことやめてください。あらら、やっぱ見逃してもらえないか。仕方ない。たまには体動かしてみようかしら。そっちがその気なら。We'll be right back.
らい手加減してよ。とどめを刺さないだけでもありがたいと思いなさい。おお、怖っ。はいはい、私が悪かったわよ。あ、そうそう、その子を薬で眠ってるだけだから、ほっとけば勝手に起きるわよ。そんなに悪い人じゃなさそうね。お友達になれるかも。何言ってるの、あいつは誘拐犯よ、誘拐犯。フィロ、大丈夫？されなかった？何かって、あれ？確かルーネ先輩にケーキをもらって、それを食べて。知らない人から物もらっちゃダメでしょ。知らない人じゃないよ、ルーネ先輩だよ。だからもういいわ。それよりベイ、急いで戻らないと。あ、そうだね、行ってくる。頑張ってね。うちらもすぐに行くから。じゃあ、あと5分だけ。ダメ、起きなさい。何か必要？さあ、舞踏大会もいよいよファイナルを迎えました。 A ブロックからはもちろんこの男、レフェリーを仲間に加え圧倒的な強さで勝ち上がってきた破壊王グンナル。学園でも1位を争うクール&ダーティーペア、トニー&ロクシス。メイミー、逃げたのか。いいのか、グンナル、危険しないといろいろ困るんじゃないのか。相変わらず爪の甘い男だな。どういう意味だ。後ろを見てみろ。ごめん、取り返されちゃった。何をやってるんだお前は。先輩、また余計な真似を。余計とは何だ、うまくいくはずだったんだ。努力は認めますが、努力する方向が間違っているんですよ。貴様、言わせておけば。先輩来たな。すみません、遅くなりました。うん、決勝ギリギリで間に合うとはヒーローっぽいではないか。お前の協力なくしてこの場に立つことは不可能だった。感謝する。あなたと共に戦えたこと光栄に思う。破壊王の相方が復活。ここに決勝の舞台が整った。うちの先輩にはまた迷惑をかけたみたいだな、ロクシス。だがそれはそれだ、勝負は本気でやらせてもらう。おっぽくだって。早くも火花を散らす一年生の領有、もはや一刻も待てない。それでは決勝戦、
これは立ち上がれないか。おっと、レフェリーがストップをかけた。この瞬間、優勝者が決定。グンナル&ベイン、新旧破壊王コンビが見事学園を制しました。勝ちましたよ先輩。見事であった。さあ勝者の義務だ。観客の歓声に応えようではないか。はい。こうして僕と先輩は舞踏大会に優勝した。ほとんど先輩一人で勝ったようなものだけど、ちょっと自信になったかも。でも、なんでトニー先輩たちはあんなに僕たちに突っかかってくるんだろう。それにロクシスも。そうそう、あれからロクシスは。ほら、もう観念しなさい。わかったから話してくれ。あ、来た来た。よく来たな。歓迎してやる。よろしくね。あの時は驚かしちゃってごめんなさい。よろしくね、ロクシス君。約束だから仕方なく来たまでだ。慣れ合うつもりはない。相変わらずだね。本当に仲間にしてよかったの。これはこれで面白かろう。あとはお前たちの努力次第だな。無責任。この村だな。噂の疫病が蔓延してるっていうのは。お前はここで待ってた方がいい。移ると厄介だし。え？ついてくるのか？しかし仕方ないな。以上で私の話を終わります。皆さん入学おめでとう。それでは生徒は速やかに各自の教室に移動するように。長かったな、校長の話。疲れた。もう帰りて。無駄話してないで早く移動してください。みんなの迷惑です。なんだよ、うるせえやつだな。文句があるなら力ずくで言うこと聞かせてみろよ。そりゃいいや。力づく、そうですか。なんだよその刀。軽い冗談じゃねえか。行こうぜ。ほう、今年も面白そうなやつがいるな。
作ってるの？邪魔しないでくれ。君には関係ないだろ。教えてくれたっていいじゃない。新学期早々二人とも真面目ね。もう新学期なのね。新しい子が来たら頑張って驚かさないと。ほどほどにね。話してください。私教室に行かないと。教室に行ったところでくだらない話を延々と聞かされるだけだ。困ります。迷惑です。この声まさか。また連れてきたのかな。全員揃っているな。今年は生きのいいのを連れてきたぞ。説明してください。いきなり連れてきて何なんですか。グンナル君、無理やりはダメよ。無理やりではない。こいつは心の中でここに来ることを望んでいたのだ。私はヒロメール。ヒロでいいよ。僕はメイン。よろしくね。あの、自己紹介の前に、ここはどこです？なんで私はここに？ここは私たちが借りてるアトリエだよ。毎日ここでお勉強してるの。君が連れてこられたのは、ほら、ああいう性格の人だから。納得しました。アトリエを借りられるという話は伺っていましたし。ですが、どうかした？なんでこんなに汚れてるんですか？そんなに汚れてる？ん？いつもこんな感じだよね。失礼ですが、とても錬金術を行う場所とは思いません。お菓子の食べかすまで散らかして。もしかしていつも遊んでいるんですか？人聞きの悪い、ちょっとした息抜きだよ。アトリエは息抜きをする場所ではないと思います。そもそも固いことは言いこなしだ。入学初日からそれでは3年間持たんぞ。先輩はこのアトリエの責任者なんですか？責任者？あまりかっこいい言葉ではないな。部長、いやリーダーの方が。呼び方はどうでもいいです。先輩が無責任だからこういう状態なんですね。そもそもリーダーを名乗る以上、全員をきちんと管理統括しなくては。そう矢継ぎ早に喋るな。おい、お前たちからも言ってやれ。そろそろ帰ろうか。私も眠くなっちゃった。この騒ぎでは研究になりませんね。おのれ、白状者どもめ。ちゃんと聞いてください。私を連れてきた以上はそれ相応の。36系逃げるにしかずった。待ちなさい。先輩がやり込められるなんて
初めて見たよ。なんだか楽しくなりそうだね。そう？じゃーん！完成したよ。たくさん取れたよ。はい、材料取ってきたわよ。見ろ、上々の出来だろ。